今回タイメシに使用するタイはですね、実は2匹ありまして、この2匹でなんと400円で売ってました。やったね。というわけでこいつはタイメシに使うとして、もう1個の方で実はもう1個やりたいことがありまして、自分はあの魚の唐揚げがものすごい好きなんですよ。カレイの唐揚げだとかカサゴの唐揚げとか、何がいいって骨ごとバリバリ食えるのがいいんですよね。そこで今回はこのタイでも唐揚げにしてもカリッカリに揚げたら骨ごと食えるかどうか試してみたいと思います。とりあえず唐揚げなんで下味つけるために一つを袋の中に入れて、そこに唐揚げっぽくニンニク、よいしょ、生姜、えい、醤油、こんなかな、塩コショウを振って、これで一晩置いとけば味染み込むでしょう。さあ一晩じっくりと味を染み込ませました。本当はこのまま1尾丸々ゲチャーって揚げようと思ったんですけど、最初に言ったように自分骨ごと食いたいんで、そうなるとどうしても骨を食うところまで到達すると身がパサパサになって、かといって身だけホクホクになっても骨が全然食えないっていう感じになるみたいなんで、ここはいっそバラして揚げて食べる時に組み立てたいと思います。で身の方だけ小麦粉をまぶして、これで揚げる準備が整いました。まずは魚の頭の方から低温でじっくり揚げていきたいと思います。これ絶対跳ねるんじゃないか。いきます、よっ、おぉ、いけ、当てて、当てて、当てて、こっちは跳ね。いや相変わらずどれぐらいの塩梅で油から揚げていいのかわかんない。そんでその身の方も揚げていきます。もう何でしょうね、この身の安心感。そして身の方も引き上げたら、というわけで出来上がりました。こちらがタイの丸ごと唐揚げです。その1尾丸々をそのバラしてから揚げた後に戻そうとしたんですけど、この身の部分が綺麗に反り返っちゃって全然元通りにならなかったですね。それじゃあまず身の方から。何でしょうね、この魚のフライのこの独特の安心感といいますか。それじゃあ次に問題のこの頭の部分、硬いところ食べれるかどうか、いただきます。うん、全然いける。やっぱうまいな骨のフライ。というわけで結論、魚のフライに外れはない。